チャオ、あっちゃんです。今日は6月26、7日月曜日です。はい、月曜日は確かです。はい、あっちゃんの今日の朝ごはんは、昨日の動画かなでちらっと言ってた寮に作ったあのカニカマのピザトースト、あっちゃんも食べてみたいと思います。寮おいしいよって言ったけどあっちゃんまだ食べてないからね、作ってみたいと思います。はい、材料食パンとカニカマ2本で、カニカマね、細く裂きます。では、カメラを置いて裂いていきますね。はい。はい、カニカマ2本裂いて、結構乱雑めにバラバラって並べます。はい。で、そこチーズ。チーズを適当に置いて、これね、きれいに並べるより、乱雑に置いた方が、味っていうか、カニカマの濃いとこ薄いとかあって美味しいみたい。うん。って、りょうが言ってた。で、マヨ。これで、オーブントースターで焼きます。はい、パンが焼けました。なんかねちょっとね赤が入って綺麗なパンになった、では食べたいと思います。何もないとこ食べた。具材のとこへたどり着いて。では改めて最初の一口目。あ、美味しいわこれ。なんか美味しいってわかる。確かにね、カニカマと前は合うし、チーズとかまぼこって合うからね。美味しい美味しい。安いねんけどね。カニカマ10本入りでいくら、60何円ぐらいもんね、60円70円ぐらいの、5分の1 10何円10 13円ぐらい、違う、朝から頭回ってないぞ。16円か。16円。あとチーズ一握りと、ナスからスライスチーズでもいいから、スライスチーズやったら1枚1枚10円ぐらい、100円で10枚入りぐらいかな。もう結構酒最初に買わへんか分からへん。でもとろけるチーズやったら一握りやったら一袋大体1キロで1000円ぐらいやから一握り、でも10円ぐらいかな。の前はちょっとやからね、安い安い。おいしい。はい、ということでね、今日は病院行ってきます。目の腫れもちょっと引いたでしょ、なんか分からへんけど、昨日一応ねずっとね普通のやけど、3TFX ネオ、ヴァンゲリオンアスカちゃんバージョン。ずっと、ね、目薬何回もやってて、で好きなことってないけど、お出かけしたり、で晩ご飯手抜いてお寿司にしたりとかね、そんなことしてたから、で夜もねほとんどもう、みんなの言葉に甘えた状態。とか、パソコン触らんかった、もっと横になってたんよ、横になってはないけど、動画ちょっと撮ってはしてたけど、ただまあね、お母ちゃんタイムがあって寝るのは遅くなったよ。ね、テレビいつもテレビつけっぱなしにしてて、テレビ見てるかモニター見てんだけど、テレビとかモニター類みんなやめた。でもやっぱちょっと晴れてるね。でもね、このなんていうのかな、この辺の奥の目玉が痛いのよ、左。右は全然大丈夫やんだけど、だから今日ね、ホルモンの病院、内科やなんねんけど、ホルモン関係の病院行くねんけどね、結果聞いたり今後の治療方針で、そこで一回見てもらって眼科行った方がいいよっていうのやったら
近くの眼科行ってきます。はい。みんなに心配かけちゃったね、ごめんね。みんな心配されて嬉しいな。ありがとう。ここ痛い。この辺バーンって殴られたみたいな痛さ。ジン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 なんか痛い感じ。うん、殴られた痛さ、殴られた日の痛さ、殴られて2日後とかぐらいの痛さ。よくわからんですね。普通目様殴られることないもんね。何が痛いんやろ、この頬骨の上の目玉のくぼみの骨の辺が痛いのかな。なんやろね、分からへん。やっぱりやりみちっこいやん。いいです。今日は病院行くだけやし。今はね、ダムを行ってちょっと買ってきたから、もうお金も大丈夫。もしかしたらね、また病院遅くなったらお弁当買って車中飯するかもわからへんけどね。病院行って早く帰っててゆっくりしようかなと思ってありましてね。みんなに心配かけたわけだね。ありがとうね。はい、ということで、あっちゃんの月曜日朝のパンは、カニカマピザトーストでした。はい、ということでね、でもご飯食べ終わったし、みんなも一緒に食べ終わりましたか。朝一緒にみんなと食べると楽しいね。ということでね、今日は火曜日の朝かな、この動画がのはみんなね、週が始まって2日目、ね、お仕事がいろいろ残ってたり、次の仕事があったりとかね、忙しい人とか、そろそろね、中高生来ますですとかな、で、小学校もね、もう夏休みまで1週間じゃない、1ヶ月ないから、みんなね、楽しく過ごしましょう。楽しく過ごしてね、早く日が過ぎて、いっぱい遊べる日が来るように。お仕事もね、もっと楽しくやりましょうということで、はい。でもさ、配信が始まったと思ったらもう火曜日、あともう水木金で3日残すだけ。考え方によったらね、すごく楽しいと思う。ということで今日も楽しく学校お仕事行きましょうねっていうことでね、気をつけて出かけしてください。はい、で今日火曜日お休みの方はゆっくり休んでくださいということで、はい、あっちゃん、あっちゃんは今日まだ月曜日やから、月曜日のあっちゃんは病院行ってきます。はい、みんな心配かけてごめんね、ありがとうね。でもちゃんと見てもらってきます。はい、ではまたね、次の動画でお会いしましょう。でも、動画がねちょっと今週ゆっくりのペースで上げていく、みんながね心配してくれてるから、言葉に甘えて、ほんまはね、あっちゃんもみんなとお話動画とかいろいろ撮ってやったけど、みんなに心配かけるから、ちょっとね、ゆっくりのペースでいく。
で過去動画とかねあったらあげるかもわかんないけど、はい、これね、これからもよろしくお願いします。ではまたね、バイバーイ。